解されないことだって言って、はい、で極端な話その自分が死んで100年後にこの100年経った世の中の美意識が追いつくみたいな、あめっちゃ偉そうなこと言いますけど、100年後の美意識の育った人類がやっと分かるみたいな、はい、死んで俺が死んでから評価しようみたいな感じですか。死んでから評価っていうよりも100年後の人類がようやく蓄積された歴史が蓄積された上に理解してくれるとか、でも自分はもう100年前にいたみたいな、何様だよって話なんですけどそのけどなんかでもそれって自分は面白くないなと思ってて、はい、こうやってその友達と美を共有する場もやっぱ欲しいって思ってて、だからそのさっきあのお買いになられた先輩にその電波くんのアートはその電波くんの周りにいるアーティストとは違ったって言って、それは良かれ悪かれそうって言ってくれて、その電波くんのアートは言語が違うって言われて、で、はい、それがその伝えたい本質みたいなものとか表現の媒体はあるんですけど翻訳されてないって言われてて、それもちょっと僕の課題になったんですけど、それもなんかそのけどなんかみんなの心の中にある美しいものだったりとかこういうものを学んだりすると綺麗だなっていうのはその一緒だと思う。すごいどんどん自分ぼんやりしていっちゃうんですけど、そうした時にその例えばドライブしてて夕日が綺麗みたいな時に、夕日が綺麗で その夕日に見える現象って理屈よりも先に体がもう反応してるんですよ。綺麗だなってずっと見ててめっちゃ綺麗って綺麗綺麗だなっていう、それだけなんですよ。けどなんかその芸術特に日本だったり沖縄で起こってるアートシーンで必ず一つ僕の壁だなと思ってるのが、飾ってる絵に対してこれどういう意味なの、あ、はい、これって何が言いたいの、結局ちょっと俺には理解できないみたいなことを聞かれることがあって、はい、自分は夕日を見た時にこれどういう意味でこんな綺麗なのかなって思わないし、その息子がこの紙に殴り書きして楽しそうに描いてる絵に対してお前これどういう意味って3歳の時に言ったんですけど、こいつはめっちゃ楽しそうに表現を楽しんでるし、なのにこの3歳の子お隣の同じことを書いてると意味がわからないって周りに言われてるんで、だん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 なんていう意識が強制されていくっていうか一つにまとめられちゃってるっていう現象があるんだと思って、質問って何でしたっけ